屋外ハウスにレオパを入れてまさかの。次の日でした。いません。前日の夜3時間くらいかけて様子を見て、落ち着いていたので安心してました。ただ餌のバッタをあげた時、まるでスパイダーマンのように金網に登るのを見て嫌な予感はしてました。脱走箇所はおそらくここです。金網とバーベキュー網の間に隙間があります。隙間は埋めたつもりでしたが、レオパの運動性能をなめてました。レオパは脱走の名人と聞いてはいましたが、甘かったです。ここですね。まさか一日で逃げられるとは。自分的にはしっかり作ったつもりだったんですが、情けないです。一度逃げたらそう簡単に見つかるはずもなく、慌てて探す気も起きませんでした。コオロギでおびき寄せることは考えました。あ、ここも隙間空いてますね。ただ一つだけ希望がありました。ヤモリです。うちにはヤモリが自生してますが、うちの敷地外にはあまり出てない様子なんです。ヤモリのゆえんですね。実際こうしてレオパハウスの横に立てかけた棒の裏で寝てたりします。ヤモリがうちの敷地内で生活を完結できているのなら、レオパもまだその辺にいる可能性があると思いながら捜索することにしました。レオパと色が似てるので紛らわしいですが、指がヤモリ特有の吸盤状になっているので見分けられます。そして次回改良版レオパハウスと捜索結果をお伝えします。